こんにちは、美容師のエマです。今回はプロが教える梅雨に負けないアイロンのかけ方といったテーマでやっていきます。梅雨は本当に雨や湿気が多くて、せっかくセットしたのに髪の毛が広がっちゃったりとかして、その日の気分だったりとか勉強とか仕事に支障が出たりとかして集中できないとか、そういうことがありますよね。今回はプロの美容師の目線から一般の方でも簡単にできるアイロンのかけ方をレクチャーさせていただきます。またこの動画はアイロン編ですが、別の動画でドライヤー編があるので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは早速いってみましょう。それではアイロンのポイントを教えていきます。しっかり乾いた状態でアイロンしていきます。少しでも水分が残っていると後々広がりやすくなるので、しっかりドライヤーで乾かした後にアイロンしてあげてください。で、こういうクリップとかゴムとかでしっかりブロッキングしてあげて、しっかり分け取ってあげてアイロンしてあげてください。根元が癖が強かったりとか、髪の毛が太かったりとか、肛門の方ほどしっかりスライス幅を狭めてやってあげてください。こうやっちゃうと根元がしっかり熱が当たらないので、こう横に広げてやってあげると熱がしっかりと根元まで行くので、スライスを床と平行でやってあげるとしっかり根元まで行くので、座っててあげてください。温度はだいたい140から160度でやってます。細い人はもっと温度下げてあげてもいいかと思います。でしっかり挟んでゆっくりアイロンを当ててあげると、形状、髪の毛が形状記憶してくれるので、ゆっくりと当ててあげてください。でブロー仕上げみたいにふんわりさせたい場合は、こう上側に持ってちょっと丸める感じでやってあげるとふんわりします。はい、綺麗になりました。全部通すとこんな感じになります。どうですか、全然違くないですか。全部仕上がった後にドライヤー編では洗い流さないトリートメントを最後つけたんですけど、ストレートアイロン編ではセット用のオイルつけていきます。セット用のオイルは洗い流さないトリートメントより油分がちょっと多いものになってます。ワンプッシュくらいです。でこれは根元付近からしっかりと中からやっていくと、油分がコーティング作用があるので湿気が中に入りにくくなってくれるので、しっかり中から入れてあげてください。でボリュームが多い方とか、しっかりとこう多分ここ一番上のところだとべったり頭洗ってない人みたいになっちゃうので、こういう、こう分け取って一線目分け取ってあげて、ここからしっかりこうつけてあげるとボリュームが収まってくれます。で前髪もほんのちょっと手の指につけてあげて、これも全部つけちゃうとお風呂入ってない人みたいにペタンってなっちゃうので、半分から下にちょっとつけてあげるといい感じになります。こんな感じです。ということでいかがだったでしょうか。今回紹介した動画を参考にして梅雨でも負けないアイロンの仕方を挑戦してみてください。ということで今回はスタイリストエマが解説させていただきました。こちらに私のアカウントが載っているので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。また絹江女公式チャンネルではヘアケアやヘアアレンジなどいろんな動画が載っているので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。